炭酸せんべいとは、兵庫県豊岡市の木の崎温泉、兵庫県神戸市の有馬温泉、兵庫県宝塚市の宝塚温泉の名産とされる菓子。小浜食料、湯せんべい直径10センチメートル程度の円形で、比較的薄く1ミリメートル程度の厚みである。黄色から高褐色をしており、表面には焼き型の文様が凹凸をなしている。一説によると、 明治時代に、有馬温泉にある炭酸泉の泉源が引用にも適していることが分かりそれを利用した炭酸せんべいが考案されたという。また、チェコのカルロビバリにある温泉で売られていた消化紙を元にして作られたという説があり、群馬県の磯部温泉、長崎県の雲仙温泉、愛媛県の道後温泉、三重県の榊原温泉など、全国の温泉地で、 同様の品を見受けられることが多い。販売形態としては、湿気を防ぐために、円柱形の缶入りのものや、個別包装されたものが大きな缶に入っているもの、割れたものを袋詰めにしたものなどがある。有馬温泉、宝塚大劇場、六甲有馬ロープウェイの六甲山町駅、中国自動車道西宮那地をサービスエリアなどで販売されている。小麦粉、砂糖、澱粉。 食塩、重曹などに温泉の炭酸潜水を加えて型を用いて焼き上げる。甘みをどう加えるかなど、材料配合には各店の独自性があるため味が微妙に異なる。炭酸せんべいにバニラクリームなどを挟んだものもあり、風月堂のゴーフルと類似している。新標星を歩く湯の街の伝説をたどる。NHK 神戸放送局。 2019年11月25日閲覧、ありがとうございます。